れてますけど、今4時半過ぎですね。晴れてますけど、なんかこう雨が降ってるんですね。微妙に厚い雲のところは雨がなんか降ってるような感じですね。晴れてるんですけども難しいですね。今すごく寒いですね。じゃあ、顔ちょっと洗って歯磨いて、そこのコンビニのミニストップさんがあるのでコーヒー飲んでちょっと温まって行きます。すごく寒いです。昨日の夜は向こうの芝生の方で横になってたんですけど、向こうのあっちの方にいっぱいあるんですけど、雨が降ってきまして、ちょっとこっちの屋根の下に入ってきました。まだ5時13分ですね。雲の下の部分は雨が降ってるから虹がこう出るんですね。晴れ間もこうありますけど、雲の流れが、あの雲がだんだん迫ってきてるんで、今ここも雨降ってますよね。バイク、こっちの屋根の方に迫ってきちゃいます。屋根の下に。カッパ着ないで行きたいんですけどね。とりあえずコンビニに行って、朝の寝起きを。寒くて今ここは、国見初霞の里高知県かな、どっちかな、新しくできた道の駅ですね。29年5月オープンだからできたばかりですね。で、その初霞の里の中にあるミニストップさんですね。虹はまだ出てます。この先は仙台まで道の駅がこうありませんね。外れたところに村田っていうのがありますけど、仙台はこっちですね。仙台に行ってもないから、仙台のちょっと先のこっちの、なんだ、ずっと前行った小名浜のあっちの方ですね。ちょうど福島県と宮城県の境目あたりですね。4号線で来てるからこう分からないんですよね、県境が。6号線ならばもうすぐ分かるんですけど、6号線だとこの新地山本が境なんですよね。境目に消防署があって、歩道橋があってって分かるんですけど、
ストップさんも新しいお店だから今の形のテーブルになってますね。おしゃれな感じ。じゃあ切ります。